そして、島根県で昨日新たに感染が確認されたのは63人、保健所管内別では、松江33人、出雲、浜田、増田が8人ずつ、県央5人、雲南1人となっています。感染者の累計は5434人となりました。感染発表の推移です。3日連続の減少となりました。 昨日より2人減り1週間前の水曜と比べても36人減っています確保病床使用率は27.2%入院者数は100人で自宅療養者は476人重症者はいません松江市では27人の感染確認が発表されました軽症が17人無症状が10人となっていて 7人は発症2日前以降に仕事や学校などの行動歴がありました1人は13日に発表のあった松江市内にある保育施設で発生したクラスターの関連でこのクラスターの感染者は19人となりましたまた松江市立小学校の関係者1人の感染が確認されましたこの小学校ではきょう学級閉鎖となり あす以降は検査結果を待って判断するということです今日現在、松江の私立学校の休校は2校となりました感染者の減少が続く島根県こうなると気になるのがまん延防止等重点措置が今月20日で解除されるかですが昨日、丸山知事はギリギリまで状況確認して判断する意向を示しました

寒い時期ですので、暖かい温泉に使っていただきたいなというふうに思ってま,すまん延防止について政府は、今月20日に期限を迎える21の道府県の解除と延長について、明日方針を決め、あさってに対策本部を開いて、正式決定する見通しです。